Jackman! Fact!今回のテーマは未来の食材です。こちら何の変哲もない飴、この原料は何だと思いますか？何でしょう？実は昆虫のコオロギなんです。コオロギが食べられるんですか？はい、今未来の食材としても注目されているんですよ。この未来の食材は意外な場所で育てられています。コオロギ養殖は10年ほど前に閉校した内子町の宝戸内小学校を利用し、松山市内の企業が取り組んでいるんですね。始めたきっかけは何だったんですか？5年前に社長が出張先のフィンランドでコオロギのおつまみを食べたことがきっかけでスタートしたんだとか。そもそも昆虫食が注目されるきっかけとなったのは、2013年に国連が公表した報告書。世界的な食料危機を見据え、昆虫が有望なタンパク源として取り上げられたんですね。コオロギでいうと、だいたい 60% ぐらいがタンパク質なので、タンパク質をすごく有効に取れる。そんな未来の食材について学ぼうと、この日は地元の高校生が見学にやってきましたよ。いただきます。初めて口にするコオロギ。コオロギって言われなかったらわからないです。うちこの廃校で育ったコオロギがいつか地球を救うかもしれませんね。